きさんおはようございます。気になる男第184話ですね。第184話でございます。今回は選ばれる人になるために、絶対的存在感の作り方というテーマでいこうかと思うんですけれども、やはりここですね。やはりここ。YouTube でお金を稼ぐ。まずここかなと思います。YouTube でお金を稼ぐ。 まあこの11月20日ですね、20日に久保さんとズーム対談、そして今日は株スクールの対談が確かあるって言ってましたよね、ストーンさんの、はい。で、本当に選ばれる人になる必要があるなっていうのはすごく感じてはいて、まあ、常にこの YouTube をやってる時には常に競争との戦いにさらされてるなってはすごくやっぱり感じてます。 これは本当に広告収入のチャンネルの方でもやっぱりその競争っていうのはどうしても起きてしまうのでそこでいかにこう勝ち続けるというかまあ勝ち負けだともう勝ち負けになっちゃうんですよねどうしても。うん、再生数回回るかからない,かいって本当に、 自分の当然サムネの作り悪いっていうのもあるんですけど、本当にそこの戦いになってくるかと思いますんで、本当に稼げる要素、大公開ということで言っていただいたんですけど、本当にやっぱりこの更新しないと競争に負けるっていう単純にそこがあって、じゃあその個人の力があるかっていうところなのかなと思ってて、個人の力、自分は本当に個人の力っていうのがまなかったなっていうのが素直な感想で。 で、ないのでやっぱりこれはその人、まあ、自分自身の素養ですねそれがそもそもよく分かってなかったんで、まあ、この見つけ出してくれる存在っていうのを,を頼って、まあ、それでなんとかこう動き出したという形なんですよねでこの自分一人でこの自分の合ってるものって見つけられればそれが最高なんですけどもうなかなか難しいというか時間がかかるというかですね、えー、そんなことをやってる間に こう、時間が経ってしまって、モチベーションだったり、こう、やる気が下がってしまえば、まあ、もう、もう、やめてしまおうかなと思って、やはり、会社で、皆さん、会社にいらっしゃると思うんで、この視聴者の方もね、えー、会社でお金を稼げてる分は、別にそのまんまでいいやっていう形になっちゃいがちだと思うし、自分もそうだったんですよね。会社でお金稼げてるから、別にやんなくてもよくねっていう形になるんですけど、そうなってしまうと、まあ、 ここが苦しいところかなと思って、やらなくても確かに会社で飯は食えるんですけども、会社に行ってたら、確かにそれで急に、じゃあ会社がやっぱり嫌だと思った時に、アクションが打てないなっていうのはすごくあって、まあ、そういう時に、やはり経験が多い人に、どうすればよいか、指南願うと。で、指南願って、そしてえ、こうした方がいいんじゃないってアドバイスをいただいたならば、それに素直に従って、 やっていくもしねその自分の特質がここがここに強みがあるっていうのが分かってもしそれに気づいてもらえる人が気づいてもらってるんならそこを自分でさらに再認識してやっていけばいいだろうしで一番やっぱりここかなと、えー、素養がなければ今から作っていくしかないのかなとは思ったんですね。そそもそももっっっててて必要ななのかなっていうところもあって 情報発信ですが確かに必要なんですけど、まあ、そのやっぱりやりながらやっていくしかないのかなとは思ったんですよね。まあ、動画を、今日から動画を作っていくというところで、その絶対的存在感の作り方というか形で今回、えー、作ったんですけど、動画を。まあその絶対的存在感になるためにはっていうところで、まず,まず一つこれ、動画を 時間の限り作っていくことかなとこれは吉谷さんに自分が学んでいるところがやっぱりあって、まあ、とりあえず 何本作ったらいいですかっていうのを俺に聞くっていうね、<laughs> いうことをよく <laughs> 言われたんですけどね、えー、動画何本作ればいいんですか、一日何本更新すればいいんですかみたいな質問がいっぱいある時に、えー、よく言われたのが、それ俺に聞いてどうすんのみたいなね、<laughs> こういうことはいつも言ってたんですけど、<laughs> まあそうですよねっていうね、それ俺に聞いてもしょうがなくね、みたいな、誰より、熟成さんの誰よりも動画を俺は出してるのに、その <laughs>、 <laughs> その質問をされてもねみたいなねいう話になるねっていうのはよくお話は聞いてたんですけどであればやっぱり動画を作っていくっていうのが必要なのかなと素養がなければこれはできるなと素養がなくても何もなくてもできるなと思っててでこの素養がなくてもたとえその平凡でもまあもしかしたら何か尖ったところがあるのかもしれないんですけど尖ったところが ない今ないというか特に出せない表現力もそこまでないというんであればもうこれは作ることでやっていくしかないなと思ったしまあ自分もそうだったんですよねなので今は本当に今自分にも何もないなとかでもお金稼ぎたいんだよな YouTube でっていう思う人はやっぱ何か自分の武器を作らなきゃいけないですよね自分の武器を作らなきゃいけないでもそこに武器をやっぱり手に入れるっていうのはなかなか難しいしやっていかなきゃいけないんでまあ一番簡単なのはその やっぱり誰もはこの YouTube って作り続けれないのでそこに勝ち続けるとそこに光を求めていくっていうのは一つの手なんじゃないかなと思ったんですよね。なかなかやっぱり久保さんとリレー動画をしても続かない人が多いという,かいう話も聞かせていただいたりあとはその単純にもう積み重ねですよね単純な積み重ねで他人との差っていうのをそこでつけていくしかないのかなと。その もちろんじゃあ何を発信するのっていうところもいろいろあると思うんですけどベースとしてやっぱり動画を出し続けていくそれがやっぱり絶対的存在性に存在的に、えー、なるんじゃないかと思いますし、えー、やっぱりその YouTube をじゃあ撮るっていうところを周りにしてる人がまあ確かに見てるかもしれないですけど一緒にやっていって初めて気づくところはあると思うんですねこれは自分もやっぱりそうですね吉谷さんに教えてもらっ でいつも見てたところがややっっぱりこうやってると、うん、ともかく毎日やってるというところを間近でいつも見せてもらってあこれはやんなきゃいけないんだなっていうだから自分がやるっていうところとうんそのただ今まで YouTube を視聴してるだけやらなきゃなって思ってるところって大きな違いがあると思っていて。そ、まあ、そこでその、 YouTube でやっぱり稼ぎたいと、どうしても稼ぎたい年末に向けてね、やっていきたいと、そして2023年に向けても、こうまあ、一発、一発当ててみたいというところがある方、まあ、特に今回、前回、久保さんとのズーム対談で体験プログラムっていう形で入っていた、この体験プログラムですね、体験プログラム入っていただいた方っていうので、チャンネル登録者千人今もう1100人、1200人と伸ばしていってるんですね。もうとどまるところが。 ああ知らならなないいいううか止まですねもう一度やっぱりコツをつかんだみたくってやっぱりそのコツをつかんでもっとねそのコツをつかみたいというかもっとその勢いを切らしたくないというか気持ちを切らしたくないというところで今もうどんどんガンガンやってるんですけど本当にそうなって知ればもうちょっと勝ち馬に乗ったじゃないですけどねそうなった上昇気流に乗ったっていうところになったのかなと思いまして本当にまあ自分はすごいなと思うしもしね の方もそうなれる可能性があるわけでそれで久保さんとのズーム対談でも紹介させていただいたんですよね本当に途中経過ですごいよって確か2回目のズーム対談の時にも確か取り上げさせていただいてその方は確か3なんかもう初めてすぐで300人ぐらいいったんですよチャンネル登録はすごいねっていうのは2回目のズーム対談でいって今回もね本当にチャンネル登録その 今度のズーム対談するときはちょっと何人いってるのか、まあ、1000人はもう超えてるんで、あとはもうどんどん伸ばしてるだけなんで、まあ、それ以上もう何もないんですけど、ね、伸ばしていったら。はい。ということで、本当にやっぱそうなれるまでには時間かかるし、でもそうなる可能性もちゃんと秘めているっていうところもあって、これが素養がなくてもできるとは思うんですよ、動画を作り続けるっていうことでね。なのでぜひ 次のズーム対談が12月20日が久保さんとのズーム対談なのでね、まあ、残り1週間を切ったんですよね今日火曜日なので,で、まあ、それまで先行終わりっていうのはいたしますのでねえそこまでにもし声お声かけいただけるならばねお声いただいてちょっとお得な値、はい、んでこの体験プログラムっていうのをやっていただければいいのかなと思いますしね、まあ、そうでなくてもこの20日の方にもう一度 言いま,すね、まあちょっとその時にはもう先行割の期間は過ぎていますのでねお値段は少ししますけれどもただ、えー、やっていくという YouTube でねどうしてもお金稼ぎたいんだっていう気持ちがあるならばやっぱりこの、まあ、これも何度も言ってるんですけど未知のものに向かってやっていくやっぱりこれはその体験プログラムで、えー、チャンネル登録1000人いった方がねやっぱ時は金なりと言ってたんですよね金は情報なんだっていう。 その情報を使うむために手に入れたところが金を生むんだっていうね金をかけて金を生むっていうところをやっていたやるっていうところがやっぱり分かっていたようでねやっぱそこっていうのがすごく本当に感じるところがあったなと思もしうまくいっていただいてよかったなと思う次第ですね本当にはいということで、まあ、選ばれる人になるためのということで今回言ったんですけど本当に選ばれる人になるためにじゃあまずは YouTube 動画をね撮っていくっていうところで撮っていくんですけどもよりね当選それ多分それが一番やりやすいと思うんですよここですね単純な積み重ねで他人との差をつけていく今まで何もやらなかったもうお金稼ぎたいと思ってお金稼ぐ行動をしてなかった。 じゃあお金稼ぐ行動って何ってて何やっぱり動画を出していく YouTube でお金を稼ぎたいのは動画を出していくことだと思いますしもちろんその過程で再生数だったりどうやったらいいかとかそういうところも悩むところはあるんですけどそれはやっぱり塾生さん見てるとみんな同じような感じなんですよね、うん、どこで詰まるかとか大体いい何本ぐらい出したらあー、ね、ここで詰まっていくとかそういうのはやっぱり傾向っていうのはある傾向っていうのはやっぱり見えてきたなと自分ももう塾を運営して 大体もうすぐ1年になるんですけどもそこでいろんな熟成さんを見ることによってあなるほどなぁとやっぱりこういうところへちょっと心が苦しくなってくるんだなぁっていうところがあってはいでちょっとこれ余談なんですけど、まあ、自分の今熟成さんが動画を作っていてだいぶいいペースなので今度は一般公開でその動画を作るね、えー、ところ、まあ、動画を作るっていうか動画をそのどういうふうに毎日 どんな気持ちで動画を作ってるのかっていうのをシェアするコーナーをまた作ったんですよね。そうやって徐々に徐々にこう初めはどうやっていいか分かんないっていうところのスタートですけど徐々にこの動画を作り続けることによって誰もがねその見えなかったその勝ち筋っていうのが見えしその勝ち筋っていうのはいわゆるお金を稼ぐっていうところなんですけどね、まあ、YouTube が今参入障壁が高いというところで言われてるところなんですがショート。 の動画でね、どんどん動画を作ることもできますし、別にショートじゃだけじゃなくて、本編のね、動画を別に2分ぐらいの動画を作ることを自分の塾では言ってますんで、まあ、そうやって短い動画を作ってお金を稼いでいくっていうところに、まあ短尺動画ですね、短尺動画を作ってお金を稼いでいくっていうことに興味があるというかね、えー、会社員しながらでも全然できますし、会社員しながら毎日更新してますから皆さん、まあ、そういうことがやりたい方は、 お金を稼ぎたいと思うその心に素直に従ってほしいなと思いますね。はい。ということで絶対的存在感の釣り方ということで、まあ、単純にここですね、えー、単純な積み重ねで他人との差をつけていく今日何本出しましたかと今これを見てる間に他の人はねうちの熟成さんは動画を作ってますし体験プログラムの方はねもう チャンネル登録今もねどん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 すごいペースで増やしていますし本当に今の時間今日の一日っていうのをどういう風に過ごしたかが全てになってくるかなとは思いますしねだいたいちょっとこれは傾向的な言うんですけど自分の塾に入ってだいたい土日でポータルサイトを見てすぐ日曜の夜とかに動画を作り始めますね大体、えー、いいもう土日大体いい時間で言うと56時間もかかんないんじゃないですかね普通に動画の視聴を見して 動画を作り始めるまで、おそらく35時間ぐらいでまあおそらくそれもそこまで時間かかってないと思いますね。 あそれほどね、優しいやり方で提供してますんで、ノウハウというのは、誰でもできますんでね、そういうところも含んで、ちょっとね、今までいろんなとこ、いろんなことやってみたけど、うまくいかないな、今度はね、YouTube でやってみようかっていう方は、お声かけいただければ嬉しいなと思っております。はい、ということで、今回、選ばれる人になる全体的な存在の作り方ということでね、動画を出すんだって、せめてね、動画を出すんであれば、稼げるジャンル、まあ自分が稼げるジャンルを知ってますからね、その、 稼げるジャンル自体をもうすでに教えますんで塾に教えた入った段階でまあだから何を作ればいいかって悩む必要がないんですよね。よく久保さんが言うんであればねお金の問題に対して悩みを解決する動画を作りましょうだったり仕事の悩みに対して動画を作りましょう人間関係について恋愛について結婚についてみたいなねそういうところっていうところをいろいろ教えていただいてるんですけどもう 私の塾に関してはね、もう作るネタは決まっております。ジャンルも決まっております。もうこれを作りましょうって一点張りなんで、なんで悩むことが全くないんですよね。そこは一番いいところかなと思いますんでね。本当にこのお金を稼ぎたいと思うところ、なぜお金を稼ぎたいのかと。で、やっぱり一番会社員で考え、 忙しいっていうのはやっぱりいろんなことをあんまり考えれないと思うんですよ。なんかこれをやったらいいとかあれをやったらいいとか、その仕事をやりながらその他のことに頭を使えないと思うんですけども、これをやればいいって一点まで決まってるんで、まあ、そこに完全なノウハウが存在しておりますんで、そのノウハウ通りやっていただければあ結果はあ出ると思いますし、結果出た方もいますんでね。う えー、悩まれているようであればね、お声かけいただければいいのかなと思っております。はい、ということで、選ばれる人になるために、選ん、まずは一歩踏み出す。そしてね、ちょっとこういう横暇な気持ちがあってもいいと思うんですよ。<laughs> 一発稼ぎたい。でも、そこがやっぱり欲望の始まりかなと思うんですよね。うん、自分はそう思います。やっぱ一発ちょっと稼いでみてえなという感じで、やっぱり入ってくるところがあって、自分もその口ですからね、人のこと言えないですよ、本当に。 でもやっぱそれが本当にやることによってねしっかり稼ぐっていう本当にじゃあしっかり稼ぎたいな稼ぎ続けたいなって気持ちが芽生える少しね初めはちょっとノリみたいな感じかもしれないですけどそこがねちょっと気持ちがしっかりこうやっぱり他の熟成さんに負けたくないなとか他の熟成さんとねもうちょっと肩を並べたいなとか思ったりこう競争する相手というかね、えー、ライバルじゃないですけどちょっと戦友に近い方っていう人とね、えー、うちの塾に入ると そういう方とも巡り会えることもありますのでね。まあそういうところも含めてやっていけると、僕とね、一緒にやっていけると嬉しいかなと思っております。まあ気になる男シリーズでですね、もう200話。多分200話があと何日かですね。えっと、16でしょう。だからあと8日かな。あと4日。あ、ほんと1週間だからちょうど多分ズーム対談の時が200話ぐらいちょうどなるんじゃないかなと思いますんでね。まあその時までにね、こう。 声かけしていただいて、そしてね、そこ塾の方と一名でもね、自分がこう、つながりができると、やっぱ嬉しいですね、本当に。<laughs> はい、えー。朝ライブいつもさせていただいてるんですけど、そうやってそこの方とね、本当につながれるっていうのは自分自身も嬉しいし、もしね、えー、そういう方がやっぱ入っていただけると、やっぱしっかりとやっていきたいなとも、思うところもあるし、できればうまくいってほしいなっていう願いもありますんでね、そういう気持ちもちょっと乗りながら、 ご一緒にやっってていいいいけるととととかなと思っております。はいということで、ぜひ、えー、体験プログラムやってますんでね、えー、お声かけくださいそして12月20日久保さんとのズーム対談ありますんでぜひ道、えー、との戦いですね YouTube まだやってきやったことがある人はもう一度そのもっと深く深いところまでこの道の YouTube の道のところまでこうやっていくっていう考え方で、えー この年末年始を過ごしていける方と一緒に、方をね、お待ちしております。はい、ということで、気になる男186話じゃない、ダイヤ184話、えー、こんな感じで終わっていきます。久保さん、次回185話もよろしくお願いします。そして、またこの動画、気になる男シリーズ、ここまでご視聴していただき、ありがとうございました。また会えることを願っております。それではまた、またまたです。ではでは。 Bye-bye.